はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。今回もですね、コブ東、アローズの、谷中マネージャーに来ていただいてます。よろしくお願いします。今回は、本当にタイムリーな話なんですけど、指導者ライセンスのことについてお伺いしたいんですけど、はい、まあ、今アンダー12ですね、うん、来年あの講習始まりますけど、はい、このライセンスについては結構あの前から動かれてたじゃないですか、はいはい、でそういうところでこうライセンスの必要性っていうのも多分現場でずっとやってらっしゃるので、はいはい、まあ、かなり感じてらっしゃると思うんですけど、その辺はどうですかね。このやっとこう形になってきたっていうところで、うん、一番多分動いたかなと思うかもしれません、はい、実際の話。基本的にそのもともとスポーツ少年団とか、はい、その指導者とか、はい、軟式野球連盟の指導者のそういうライセンスみたいなものがあったんですよ。ありますよね、はい、で中学の公式野球協会、はい、後ろさんの会長になって、はい、これも、7年ぐらい前に起きたから、それも幕張で取りに行って、はい、結局そんな指導者の子を受けましたみたいな1枚だけ、はい、結局何の効力もないでも今回もそれで終わるんかなと、まあ、今回はちょっとね、あの山中会長が動いてくれて、そうですね、はい、やっぱり10アンダー12からもう何せ底辺から変えなあかんいうのをきっちり、ね、うん、おっしゃってくれたんで、だからやっぱりそこにライセンスができるのはいいことだと思うんですよね、はい、なんでライセンスが必要か言ったら、ちょっと10人はね、グレーなゾーンがさっきも前も知ってたから多いんですよまあこれもうずっと昔から言われてますもんね。そうそう、ボランティアやから、はい、俺ボランティアでやっとんやから、はい、ボランティアいう言葉がもうなんせネックで引っかかってじゃないぞ。なるほどね。何全てにボランティアで逃げる。そうですね、もう最終そこに言ったらもうこっちも言われへんなみたいなところ。そうそうそう、だからそのボランティアいう言葉が悪いんじゃなくて、はい、もちろんやってくれてるからいいんですけど、はい、そうじゃなくてもうライセンスいうのは必要不可欠になっていきようと思うんですよ。そうですね、サッカーもそうしかりみんなそうなんですけど、うん、なぜ野球だけこのライセンスがないんやと。だからその誰でもが指導者になれて誰でもができるって、はい、でもね、野球やってた高校まで大学までバリバリ野球やってたいう人が肘の故障やらそんな全然知らんないんですよ。いや、もう実際そうですね。わしらの時はそんなんなかったから、もちろんそうや、あんたの時はなかったって、はい、でも今の子供になったら土日しか野球してないから、はい、すぐ肘痛めるんやでと、はい、で、それを分かって教えとんかいって、うん、いや、わしらの時は200キロ投げとったから、なんでもいい、300キロ投げても大丈夫やで、こっちは身長あるしとか言って平気で言う指導者がいっぱいいる何の根拠もなく、まあ、根拠はないですね、自分だけですから。そうです。だからその指導者が悪い、まあ、一生懸命やってくれたのがええやんか、やっぱり少し勉強しようと、うん、でそのためにはどうしたらええんや言ったら、やっぱりライセンスいう芝居みたいなものが必要だと思うんですよ。そうですね。だからライセンスイコールそのようなって言ったらわしは指導者やって偉そうにしてええんか、そうでもないんですけど、はい、一応その指導者になることによって勉強するでしょ、はい、だから肘の故障、はい、いえ、医学的なこともそうなんやけど、マネジメントもそうですし、はい、チームマネジメントもそうですし、はい、コーチング、ティーチング、すべてにおいてそこで勉強できることは、はい、多分知らんかったことが自分の頭の中に入ってくるんですよ、うん、だからコンピューターと一緒で、まあ、アップロードしようみたいなもんやね。そうですね、だから、うん、そういう意味でも4年に1回とか、まあ、4年に1回ちょっと長いかなと思うんですけど、うん、まあ、必要性があるんじゃないかなって昔から感じてたから、そう、ライセンスというのは。で、今回やっと動いて、うん、まあ来年からライセンス制度になるいう話なんですけど、うん、これもね、ちょっと間違いとかしないけど、そのチームで面倒見てもうとかチームで受けるってなってチームがお金出すって意味がないんですよ、これ。そうですね、うん、もう自分で頑張って勉強して、はい、自分で頭で覚えよう気があるやつ自分でお金出してほしい、ね、うん、何でか言ったら自分のことやからね、はい、で自分が教えたいようやったらライセンスを取って勉強すりゃええやろし、うん、かといってそんなん野球僕が今まで教えと何十年も教えとんねんか、そんな関係あるんで、うん、ライセンスなんかって言う人が中には多々おると思う。まあ言うしよね、うん、ここはちょっと難しいかもしれない、うん、そうですね。まあ今まで、まあ、毎年その講習はあったじゃないですか、うん、まあ、ご一緒させてもらったこともあるんですけど、はい、まあでもそれは講習は講習でもう来る人って大体決まってるんですよ、毎年毎年勉強するって決まったのですよね。
で、まあ、毎年こう新しいことが出てきて、まあ、ちょっと変わったらそれがまたあの知識になってっていうのはあるんですけど、うん、まあ、来る人は来るし来ない人はもうずっと来ないしっていう講習がもずっと続いてたような、まあ、印象はあるんですけど。いや、そうですね、もうおっしゃる通りですね。だから今度はその、まあ、ライセンスができることによって、まあ、チームに1人とか。そうですね、で今は1人ですけどね。そうですね、ゆくゆくはもう3人になるでしょうね、うん、これが本当にね、ベンチ入る指導者は全員取らないといけないとかっていうところまで、うん、まあまあなってくれれば、だいたいこうあの指導者としての基礎というか、基礎知識はみんな持ってるっていう形になると思うので、そうですね、今の子供らの状況に分かると思うんですよ、はい、そうですね、うん、その故障しやすい、はい、さっきも言ったように昔は大丈夫やったらそんな言う人がおらんようになると思うんですよ。まあまあそうですね、うん、そういうことがこう共通認識としてこう全員が持ってるっていうのはもうだいぶ変わりますよね、うん、変わりますね、うん、ものすごい変わってくると思うし、今後の子供のためや野球のためにもいいと思う、うん、やっぱりそういうのができていくよ、順次ね、ライセンスがあるから安心やとかそういうのじゃなくて、はい、ライセンスを得ることによってそこで勉強せなあかん、はい、だから勉強せなあかんればこういう今の野球のルールはこうやぞとか、はい、何々やぞというのを根本的に教える、そうですね、うん、そういうのを覚えるとか、うん、そういうのが一番必要じゃないかなと、うん、多分今の野球でこんなに悪いけど一番抜けてるのはスポーツマンシップいうこの言葉が一番抜けてると思う。いや本当、相手を称えるいうことなんかまずしない。そうです、腐してもね、それを教えてくれるっていう機会もないじゃないですか、子供にしたらね。そうだね、開会式で先制した子は言うけどみたいな。そうそう、うちのコーチはね、でもそれをちゃってってし言うんですよ。あ、ちゃんとデッドボールがあってもちゃんと頭下げろ、はいはい、先生堂々とやれ言うのを言うと思うんですよ、はい、だからそういうところはね、やっぱりチームとして必要になってくると思うんですよ、うん、どうしても。だそういうところを見とって野球知ってる人だったらええチームやなと思うかもしれないし、うん、知らないチームが安心して入ってこれるようなチームにもしてやりたいしね、うん、そうですね。やっぱり何言うんだろう、そのライセンス持っとったら、あ、ここはライセンス持っとんとかいう、まあ、知らない人が安心感もあるかもしれんけど、まあ、基準にはなりますよね。そうそうそう、基準になるから、はい、やっぱり誰かなしにはあかんと思うんですよ、うん、ちょっと野球かじったから言って偉そうにして、ね、子供どづきませてもいいましたなるほど、ね、そうですね、うん、まあ誰でもなれるっていう良さもあれば、そうそう、ね、これって誰もボランティアやと思うんですよ、うん、その線引きはね、うん、お金もらえとまでは言えへんですよ。そうです、ね、基本的に、うん、指導したらお金もらえへんじゃないけど、ある程度責任感が、はい、やっぱりあった方が指導者にも、うん、やっぱりうまいこといくんじゃないかなと。そうですね、なかなかね、僕らも指導してたらやっぱりグラウンド行ったらやっぱ選手にはコーチとか監督とかもずっと言われるわけじゃないですか。そうそうそう、まあまあそれなりには見てくれるっていう、そうそうやね、ね、うん、自分が言ったこともそんなに反抗する子も、まあ、小学生だったらそれこそいないじゃないですか。もう、はい、はい、言って聞くじゃないですか。だからそこにこう慣れてしまうとどうしても大変になっちゃったりとかっていうのがまあまあ出てくる。そうそう、そうですね、人間がね、抑圧的にもなるしね、うん、抑えつけよういう言葉にもなるかもしれんけど、やっぱりやっとも子供やからね。そうですね、それをやっぱりどういうふうにさせてあげるか、うん、この子らが野球選手にならんでも、もう基本的にほんま、ね、綺麗事じゃなく立派な人間だったら一番ええ思うから。そうですね、まあ、本当にこう人としてもこう成長してくれて、で中学行ってくれたり、そうそうそう、高校行ってくれたりするのが、まあ、一番の理想やもんね、うん、親の願いやとは思うんですよ、うん、でそういうところであの野球があったっていうのが一番、まあ、いいとは思うんで、まあ、今回のそのライセンスっていうのはかなり、まあ、僕らも期待するところなんですけど、うんうんうん、そういう、こう基礎ができるっていうか、土台やもんね、ほんまに。ましてその10人からも一番下底辺やから、はい、僕らうちの少年野球、うん、ここは緩いだろ、上なんかないと思う。そうですね、 もちろん15もないやろし18もなくなるやろし、うん、高校野球なんか言うとられんと思う。そうです、ここをどないかしてやらなあかんよ、一番基礎をしっかりしたらあかんのに、はい、その基礎は今までもうおろそかやから何でかってそんだけの人口があったからね、野球人口、はい、そっから上手いやつだけチョイスしてやるそういうことです、吸い上げたらいいだろう話、はい、でもそれで苦いような子供が何人おるか、潰れたりとか、うんうん、そうですね、
だそういうのは考えたらやっぱり故障なく子供を育てて やりたいしね、みんなができるようなチームになれば、それが一番いいやろし、うん、理想形態じゃやっぱりそういうの、そうで中学行ってもやっぱりやってほしいなって思うし、はい、せっかく作ったライセンスがうまくこう運営されるというか、うん、効力もあって、うん、まあ期間も長い間、うん、ちょっとアップデートしながら続いていってくれたらなっていうのをもう願うしかないんですけど、そうなんですよ、ほんまそうなんです、今回こそちゃんとしてほしいまあ今まで結構ねちょこちょこはやろうとしてこ うまくいかなかったっていうのはもういっぱいあるとは思うんで、まあそれも地域ごとで全国的には無理やからって言って地域ごとでされたりはしてたところはあるとは思うんですけど、なかなかやっぱ継続するっていうのは難しいところなので、まあそれを今回はこう全国レベルでやってもらえるっていうところで、でまあ10人3以下で、まあ、こういうふうにここまで教えてくださいねっていうか、うん、こういう指導してくださいねっていう、まあ、教科書的なこともあるので、うん、そこさえ講習受けてもらえれば、うん、まあ、なんとか全然素人のもう野球経験ないお父さんとかお母さんでも、うん、それ見たらなんとかあこういうふうにするのかっていうのさえ分かったら、まあ、本当に基礎的なことはできると思うんで、今回はもうきっちり動いてくれると思います。ああ実際偶然その全日本野球はい、競技会の会長、はいはい、山中会長にたまたまお会いする機会があったので、はい、そこでも飲みの席ですから話してもう作りましょうよ今はねできてるんだよってもうはっきりおっしゃってました、ね、あまあ過去に潰れた、ね、はい、案件とかあるんで大丈夫ですか、いやもう大丈夫だ、それなりのブレーンがたくさん持っていろんなことを考えてくれてるから、うん、まあ僕らにしては嬉しい言葉やったんですけど、ね、推進派にしては、はい、うん、そこで今回動いてどの動くかというのはまあちょっとまだわからないですけど、はい、ええふうに動いた方が子供のためになるんやったら、そうですね、でも、はい、うん、まあ、悪くはならないですもんね、そうですね、そういう知識が増えた指導者がたくさんいるっていうことは多分減ると思いますよ、うん、ちょっとやんでもかって自分に抑止力というかちょっと肘なんか雇ったらあれみたいな、ちょっと今回ちょっとなんかとこ、うん、多分なると思います、そうですね、まあ、そういう事例もエビデンスも出てくると思うので、そう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 、はい、お医者さんも関わっていただいてますし、法律の方でも関わっていただいてますし、うん、まあ、いろんなその運営に対する講習とかもあるの で、 そうです、ね、まあ、ぜひこのライセンスがです、ね、いい方に長期間、まあ、本当に効力を発揮できるようなライセンスになればなと、そうだ、ね、ね、僕なんか今一番思ってるのは、うん、野球肘検診の、まあ、今されてますよね、神戸で年1回ずっとやったんですけど、はい、まあ、年間800人ぐらい見たんですかね、はい、まあ、それがもう4年間続いて、まあ、数というてでしたら結局もともと年4回やっとったものを、はい、まあ、年1回にして、まあ、ガッと集めようかと、はい、でずっと見てるんですけど、やっぱり年々増えていくんですよね、この肘、そうですね、野球肘、うん、OCD の、うん、だその野球肘が増えていくということはやっぱり無茶さしとるのが一番なんですよ、まあまあそうですよね、指導者が、うん、まあ、確かに家で そのお父さんが野球経験者で、はい、お前もっと投げとか言って投げさせたかもしれんけどでももうほんまに100人に1人ぐらいしかいなかったやつが今は100人に3人とか、うんうん、だん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 増えていくんですよね。でこのライセンスができることによってその危険性やそういうのをもうやったら、はい、やはりそれが減ってくるかなって、うん、僕は期待してるんですよ、やってみたら、期待その減っていったら、あ、これはライセンスのおかげやと、うん、やっぱりもう一つはゼロになるよ、難しいかもしれないけど、これから増えることがないようになればいいライセンスになるかなとは自分自身思うんですけど、そうですね、まあ、でもあの肘検診、肘肩の検診ってもう何回目ですか、あれ数としたら、8、10回目、10回目ですね、はい、まあ、アシックスさんにね、まあ、この名前出してへんかどうかアシックスさんに体育館を借りして、神戸市の、うん、まあ、医師たちがね、動いてくれて、まあでも、ね、全国からお医者さん来られますもんね、ああ、もう友人がね、暇なんでしょうか、怒られます、怒られます、ね、すごいですよね、まあ、毎回規模が大きくなってきて、そうですね、あの、来ていただいて、やっぱり来て、その、まあ、いろんな講習受けてもらったり、で、肘検診だけじゃないんですよ。やっぱお母さんに対してそういう危険性やんで、そうですね、うん、去年から食育、はいはい、あの神戸女子大学の、はい、あの協力を得て食育の、うん、
ビデオを見せてもらったりとか、ね、はい、こういうのを持ったらいいですよとかいうのをやったりとか、はい、あとスイングスピードを測ったり、うん、投球スピードを測ったりとかいう、はい、やってますよね、はい、ああいう会社にちょっとお願いしたい、はい、入り口のところで、はい、サプリお渡ししてもらったりとか、はい、ありがたいことやってますね、だから、まあ、いろいろそういうね、その1日どうせ来るんやから、その飽きるんじゃないんですけど、はい、他のこともやろうな、はい、でまあ、あのリズムトレーニング、はい、あのリズムトレーニングなんか結構入れてくれてるとこいっぱいある。そうですね、まあ、ほんまリズム感ないからね、今のもうあれは一番いいと思う、まあ、本当にアップ入れるよりもうキャーキャー言いながらやってますよね、そうそうそう、みんなもう中、まあね、小学生だけじゃなくて中学生も ね、 ね、楽しんでやってますしね、はい、まあ、本当にあのこういう規模でやってらっしゃるところで、まあ、本当に数少ないで、10回もされてるところって、まあ、少ないとは思うんですね。無償なんですよ、うちは。そうですね、お金は取ってないんで、はい、全部あの企業給とかスタッフ もうそれこそボランティアでみんな集まってますしね。去年は一応できたんですよ。今年はちょっと開催がもうバラバラでしようかいう話はなったんですけどね、はい、去年だけでも全部ボランティアスタッフ120人ですよ。弁当120個注文しました。そうですね、まあ本当にすごい規模ですもんね。エコーだけでもね、8台9台か。そうですね、そこに全国から先生が来られて、そうね、ね、もう PT、OT、はい、看護師、はい、もういろんな方が手伝っていただいて、そうですね、まあ、本当に、まあ、またあの概要欄にも、うん、あの貼っときますけど、あのもしその地域で ね、 そうですね、やりたいっていう、こういうモデルでやりたいっていう方がいらっしゃったら、また問い合わせしてもらえれば、そうですね、はい、またご相談に乗っていただけると思うので、はいはいはい、じゃあ今日はライセンスについてお話しいただきました、はい、どうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。